手紙、アーノルド・ローベル作で、ウィッキー作役、ガマ君は玄関の前に座っていました。カエル君がやってきて言いました。どうしたんだい、ガマガエル君。君悲しそうだね。うん、そうなんだ。ガマガエル君が言いました。今一日のうちの悲しい時なんだ。つまりお手紙を待つ時間なんだ。そうなると僕とってもそうなるといつも僕とっても不幸せな気持ちになる。そりゃどういうわけ、カエル君が尋ねました。だって僕お手紙もらったことないんだろう。ガマ君が言いました。一度もかい、カエル君が尋ねました。ああ一度もガマ君が言いました。誰も僕にお手紙なんかくれたことがない。毎日僕の郵便受けを買うおばさん、お手紙を待っている時が悲しいのはそのためなのさ。二人は悲しい気分で玄関の前に押し下ろしています。すると、カエル君が言いました。僕もう家に帰らなくちゃ。ガマ君、しなくちゃいけないことがあるんだね。カエル君は大急ぎで家へ帰りました。鉛筆と紙を見つけました。紙に何かを書きました。紙を封筒に入れました。封筒にこう書きました。ガマガエル君へ。カエル君は家から飛び出しました。知り合いのカタツムリ君に会いました。カタツムリ君、カエル君が言いました。お願いだけど、このお手紙をガマ君の家へ持ってってくれ。持ってって郵便局に入れてきてくれないかい。任せてくれよ、カタツムリ君が言いました。すぐやるで。それからカエル君はガマ君の家へ戻りました。ガマ君はベッドでお昼寝をしていました。ガマ君、カエル君が言いました。君起きてさ、お手紙を振る。お手紙が来るのをもうちょっと待ってみたらいいのと思うな。嫌だよ、ガマ君が言いました。僕もう待っているの、飽き飽きしたよ。カエル君は窓から郵便受けを見ました。カタツムリ君はまだやってきません。ガマ君、カエル君が言いました。ひょっとして誰かが君にお手紙をくれるかもしれないだろう。そんなことあるものかい。ガマ君が言いました。僕にお手紙をくれる人なんているとは思えない。カタツムリ君は窓から覗きました。カタツムリ君はまだやってきません。でもね、ガマ君、カエル君が言いました。今日は誰かが君にお手紙をくれるかもしれないよ。バカらしいことを言うなよ。ガマ君が言いました。今まで誰もお手紙をくれなかったんだし、今日だって同じだろうよ。